触ってめっちゃでっかいの見つけた。ハサミあるから気をつけ。すごい。ポリ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 。決まるぞいか。なんか綺麗から。なんか前に行った美味しかった河原そば屋さんにもう一回来ました。今から食べに行きたいと思います。おっと写真撮ってました。マジで眩しい。おいいね。いいねいいね。いい感じです。久しぶりやば。足をしたいねんけど。なあ楽しみですね。こうやって一緒に。なんかお母さんがこういう街並みを撮らなあかんのちゃうんっていうちょっとおせっかい的なことに言われたから今撮ってます。あそこ石見て渡れる。なんか充実してる。なんか今こうやって来て動画撮ってますけど、まあ、アイキいろんな、各地の地域に行って一人旅しようかなって考えてます。今年は一人旅の日にしようかなって思ってます。もうあとちょっとしか今年ないけど、今年は一人旅の旅に出たいなと思ってます。皆さん見てくれますか。今松下のプロジェクトやってるから、松下地域地域で歌われていた松下とかの出身の松下を作った方の出身地を回って、その松下なんて歌碑っていうんですか、歌碑を回りたいなって思ってます。全国にありますよね。それをねちょっとまたプロジェクトを立てようかなと思ってます。全国の歌碑に行く、そしてそこで美味しいものを食べる、美味しいお酒を飲む。どうですか。いいじゃんね。たたたもうすぐ着くから、まあ、そんな感じでよかったらこれからも見ていただけたら嬉しいです。お願いします。じゃーん、また来ました。2回目、2回目だっす。天気いいな今日。寝てる。あ、でもなんかめっちゃ腹立ってその顔。入ってるかな。ちょっとくるっと回ってみて。いいね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 、ブレイクダンスね。いいねいいねいいね。疲れくっから、はい、あれマイケルジャクソンね。この辺このコーデ大丈夫ですか。はい大丈夫です。はい、河原が大変暑いのでお気をつけてお召し上がりください。はい、召し上がり方の説明はよろしいですか。はい、あ、なんか最後にレモン入れるんですよね。そうですね。イエーイ、河原そば。うわ、虫、雲やった。雲、めっちゃ雲乗ってた。めっちゃ、しかも変な雲、緑の。いただきます。雲と一緒にいただきます。いただきます。美味しそう。めっちゃ美味しそうやん。見て、じゃんじゃがじゃん。美味しいね。うん、うんふん、うん、うんふん、めっちゃ美味しい。レモン入れるもん。なんで？アウト？ラブトン5枚取り。やろ。あ、待ったわ。アイキのこと好きなんこの雲。めっちゃ乗っかってくんねんけど、アイキ。なんかいい匂いしますか？かわいいねけど。見て、電車。うわ、取られへんかった。まさかあんなところに横に電車があるの。美味しいやろ。な、最初なんか、ん？初めてやから、なんちゃこれやって思うやん。なんでこの味って。でも食べてた、食べてたら美味しいよ。下の方カリカリやろ。来た？指でカリカリいいよな。じゃあ人塊取る量はいけ、半端ないもん。上品。うん、みんなで食べたら美味しいですな。レモン邪魔やわ。うん、うん、カリカリ。トゥーもらえんで。いる？いらん？うん、大丈夫です。はい、電車通ってるんですね。はい、そうですね。電線が通ってね。ありがとうございます。
美味しかった。ちょっと川で遊んでみたかったからここに来てみました。じゃーん、ここの道を渡っていこうかなと思います。へー、カメラとか撮ってさ、足やってさ溺れたらあかんから、ちょっと気をつけていきたいと思います。怖かった、いいこと考えた。置いたらいいね、固定にしたらいいね。そうやったら別にな、あれやもんな。石の上を渡るというただそれだけの動画です。ヤッホー、あやくはここにいるよ、にゃか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 と言ってますけれども、ここで一人で踊っております。はい、ちょっとね、最後まで渡ってみようかなと思って、でも途中でやめるのかいっていう感じで帰ってきました。やばい、スポーツマンチックに可愛くできひんかった。スポーツマンチックに登って帰ってきてしまったわ。ちょっと足元映すな。じゃあやん、カメラ落とす。あ、なんだこれ、にぃにぃ、タニシ？食べれんじゃん、うん、なんか水がさすごくない？お、水がなんかちょっと増えてない？なんかジャブジャブ言ってるけど大丈夫？見てこの綺麗さ、ありえる？わかるかな、こんな綺麗さ。マジで今ここにおんねん、川の真ん中に。もう綺麗すぎる、もうここにずっと降りたい。それは嘘。なんか綺麗な赤色のさ、なんか登るところある。橋。綺麗よな。幸せなんだが。ほら見て、下全部これ石のさ川です。あ、できた。食べる？ここで食べる？食べてる？ここで食べようじゃ。マミーも来ました。うちのマミー、かわいい。落ちたどうしよう。そこ座りや。ちょっと気をつけや。いいね。で、何も映してどうしよう。何も映してない。落ちたどうしよう。何も映ってへんし。何も映ってへんし。あ、映ってないよ。はい、ちょっと待って。しんどい。しんどい。インスタグラマ。ちょっとこの辺が光が入って。足。で。よかったな。食べまーす。インスタグラマで全然食べへん。青い。インスタグラマで全然食べへんので、あいか食べます。食べてます。アイクは川と一緒に川むせてる大丈夫？取らない、いや取れるか、そんな子、そんなもん取らなあかんちゃうねん、そんなもん取れるか。キナ、キナ、いや恥ずかしい、みんな見てる。キナコの喉に詰まったってゲーゲー言ってる。いただきます。おいしい、やっぱおいしいな、めっちゃおいしい、もちもち。もう永遠に苦節してるやん。最後の一個、おいしい。川が綺麗ね。お疲れ様でした。シャチホコや、シャチホコ。もうアキ最近沖縄ばっか知ってるからシーサーしか見えへんからさ、シャチホコがすごい珍しい。綺麗、風鈴やろ、音一個もなってへんやん。足湯や、足湯、この川のすぐ横、こんなとこあったんやな。熱っ。今駐車場まで帰ってんねんけど、この行きしなと通ってアイクは帰ってんねんけど、こっちの方が早いとか言って違う道から行ってて、どっちが早いか今競争してます。でも走ったらあかんルールで、アイクはゆっくり行ってます。ヘビや、絶対ヘビやで。これはなんかロスしてるヘビやんな、今の絶対な。シャラシャラシャラって聞こえた。ヘビや、見たかったけど、こっちの方が早いっていうのをアピールしたいから絶対走ってるでな。走らせ、あいつはほんまに真面目やから、どこで神様見てるか分からへんやろ。だからそういうインチキは絶対しません、人生においてもな。インチキはしません。だけど早いんけ。あ、ちょっと口悪くなっちゃった、ごめんなさい、すいません、東大阪出ました、ごめんなさい。あ、マジか、うせろ、負けた。くっそ、
そめっちゃゆっくりとかって煽ってきました。アイケが車鍵持ってるから、はいはい、じゃあね、20分。すごい見て、あのよもぎがなってる、こんなたくさん。じゃーん、夕日を見に来ました。カニある、え、いっぱい、気持ち悪い。うわうわうわ、ほんまや、これ、え、これでっかいの。そうだ、これカニが掘ってる。カニがな、爪でな、土をな、コロコロってばらめてな、掘ってんねんで。うまいやで、これでもうんこやもんな。うんこってか、うん、ふん、ちゃうで、だから砂や砂。まあどうにゃ、ちょっと待って、取るから。砂、綺麗、逆やったい、逆やった、これ取ってみよう。カニおった、カニおった、あー、カニおった、ちょっとごめんな。カニおったで、棒あるやん、どれや、それそれ、あれやん、目の前に、目の前にあるやん、どっ、それ長すぎるやろ、それ弱いわ、はい、受ける、受ける、もうなんでおった、おっただけやんけ、ただお母さん、見て、カニおる、カニおる、ほら、どこやな、歩いてるよ、ほらほらほら、どこや、ちー、でかい声出す、でかい声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 、わーお、綺麗、見て、アイが指がこうやったしたら、こんなにでっかい、3000万ぐらいの家だな、すごい、でかすぎる。もうなんか一人でなんかカニの巣穴を掘り出してんねんな。そんな取れるはずもないのに、カニを。どっちが親って感じですかね。もうずっとやってる、あれ。アイキがその好奇心旺盛っていうのはやっぱ親譲りですね。もうずっとやってるから、これもうずっとね、カニの巣をいじってます。カニだってね、そんな人間にいじられるためにね、こじくり回されるために作ったわけじゃないのにさ、かわいそうじゃない。もうしんどいからやめたやって、怖いわ、そういうのが良くないと思うよ。本当に好奇心だけで生き物を、あ、ほんまや、すごいすごいすごい、これこれこれ、見えてる見えてる、おすごいな、早いな、おばばにはちょっとついていけないこの速さ、すごいな、あ、しんどい、かわいい、お前ちっちゃ、捕まえた、噛まれる、ほらほら、見えるみんな、見えますか、あ、来た、かわいい、捕まえた、なあ、いつまでやってるん、いや、これほんまにおるけど、あれそんなんしたら出てけへん、絶対、これはめいっ子にあげようかな、なんかいらんとか言われてるな、あ、割れてるわ、やばいやばい、いいね、いいね、いいね、これピンク見て、ピンク、ピンクの貝殻、どうですかこれ、いいじゃない、カニの巣に入ってどこしよう、つながってんじゃん、地中で、いや、しゃべど、ボーデンさすやん、おう、これやろ、ボーデン、さしたらな、行き止まりやね、どこ行くの、分かれへん、え、だから横に掘ってんじゃん、一回縦に行ってから入ったろ、通るはずやねんね、ほらほらほら、なんで、なんでなんでやろうな、ここ2つ、出口と入り口と作れたから、だからここもうほんま迷路なんちゃう、ここの穴たちはいっぱい、スミイカや、スミイカよー、出てきた、ほんまや、捕まえられる、おぉ、でかっ、あの、ハサミあるから気をつけ、捕まえ、すごい、痛い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 、そう、挟まれんねや、気をつけ、気をつけ、行った、見てこれ、うわ、ほんまや、すごい、すごい根性出さないよ、もういいよ、おいでいいよ、あ、うわー、すごい、かわいそうに、どうやって入っていくんやろ、こういう子は、頑張れ頑張れ、大丈夫？た、はい、キズアートです、何もなかったです、何もないけど、でも結構浅くなってんな、た、あいつ腹立つわ、それだってそんなんやったからやっぱ腹揚げで、バチ当たった、バチ当たった、腹揚げで、おっと、すごいね、だからもういじんのやめときな、見て、ここ、
ごぼう。そう、掘ったんやん。この穴を、こんだけ掘った。ほんなら下の方まで。いっぱい貝拾ってんけどさ、見てこの、なんか意味わからん貝。なんかこんななってる。エイみたい。エイの骨みたい。いや、イーブの骨はこんななってませんけど。すごい。やった。ゲッチュ。アイキのパラダイスが来た。貝が溜まってる。アイキパラダイス。泣いてるけど可愛くない？いや、見て、ムンクの叫びみたいな貝があった。ムルミンのムンクの叫びみたい。このワカメめっちゃ美味しそう。超美味しい、このワカメ。釣りしたら釣れそうな予感。綺麗な。うわ、すっごい海藻。この海藻すごくない？ Very 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 せん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 って感じ。お、船が旅立っていく。今から釣れるもんな。行ってらっしゃい。の手や。これ食べれるやつ。亀の手。こっちもいっぱいあるわ。これも赤ちゃんや。これひじきじゃない？ひじき。これ完全にひじきやろ。うわ、もう道知ってるやん。道しよってる。完全に、あ、てか火落ちる。大事なの、市長の成果、貝殻ご紹介したいと思います。これちょっと水で洗います。めっちゃ取れました、こんだけ。え、かわいい。イソギンチャク、これ触ったらあかんのかな。なんかモニモニしてる。すごカニがいてないかな。これも食べれるやろ。これ何やったっけ、なんとか貝。これが亀の手。取れるやん。取れた。亀の手。亀の手やん。かわいそうか、ちょっと直しとくわ。ちょっと食べへん。カニおった、カニおった。カニいましたよ、皆さん。捕まえました。ついにやりました。やめて、痛い。無理やった。無理やった。ごめんごめん。かわいそうやから、ちょっと。ごめんごめんごめん。いやいやな。ごめんごめんごめん。これ誰食べたわ。こういう磯に来るとね、テンション上がってくるのと、まあ、あるあるだと思うんですけど、こういう磯に、こういう岩陰というか、まあ、カニが。ちょっと待って、めっちゃでかいの見つけた。これはかなりでかいぞ。これでかいやね、見える？かなりでかいぞ、これは。お母さん、こんなでっかいカニおる。やばい、食事中やぞ。あかん、もう充電が切れるわ、こんな。なんかイカのさ、塩辛とかあったら釣れるけどな。マジで隙間、岩と岩の隙間。あ、渡りガニやな。あれ渡りガニかな。うん、ほらほら、なんか食べてるやろ。じゃあでかない？でかない。あー、逃げた。逃げたね。でもでかかったやろ。でかい、でかい。あんなんが隙間に潜んでんの。あ、なんも見えへん。下を、下下下。何も見えへんし、起きて出てきた、出てきた、出てきた、出てきた。これ木図？これ木図なん？こんななんか表面がガシャガシャガシャ。ジャンピング、ジャンピング、すごいわ。すごい、見て、亀の手の、亀の手パーティー。こういう岩ってやっぱ楽しいな。ちっちゃいカニは眼中にねえんだよ、悪いが。わしに眼中があるのはこれのみ。ほっ、これはいいやつやん。中入ってんのかな。はい、入ってんのいらんねんけど、貝殻が欲しいねんけど。入ってないよな、ここに。だって出てるやんな、普通な。これはいいですよね、別に。生きてないし。これは重い火でポロポロって生かしてもらいます。ガン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 、めちゃくちゃ濡れてます。最悪です。座った時にめちゃくちゃ濡れました。逃げられた。また前も濡れた。いかちゃん、あげだって一回捕まえたしな、さっき。違うし、結構中ぐらいやし。こんな、こんな、こんな、ミミクソみたいにさ。違うし。な、違うし。スカート、スカート持っといて。あ、わかるわかる。やばい、潜られた。あ、中入っていった。すごいな。うん。あなた、スティック、ベイビー。カニ探してたらこんなに夕日がきれかった。だから下ばっかり向いてたらあかんってことですね。そう、ふとし、しゅん、下、ふとした瞬間にね、集中してたらさ、下ばっかし向いてしまうやん。でもそこから抜け出されへんくなるだけよ、集中してたらさ。でもふと顔上げてみることっていうのを忘れてはいけないですよね。忘れてしまってはいけないことっていうのはたくさん世の中にはあるなって思いますね。こういう夕日が見れたっていうのも、そこに気づけた自分がいる
それが何よりもの宝物ですよね。気づける喜び、皆さんも一緒に言いましょうか。せーの、気づける喜び。学校大学の顔映ってないと思うねんけど、いいね、それで。 I love you, I love you, I love you, イエーイ、イエーイ、イエーイ。どう、切れない？でかいな。温度計ついてる。ちなみに20度。ほほほ。今日は最後の晩酌です。晩酌じゃない、最後の夜ご飯です。母にしてもね、昨日のね行ったあのお食事がちょっといまいちやって、ちょっと信号赤やわ。まあいまいちっていうか、2軒目に行くようなとこかなみたいな。まあ美味しかったんでね、そのあんまりこう言いたくないからさ、その批判的な、だからあんまり言わないですけど、もう言ってる正直者。まあでも正直に伝えないといけないところはあります。山口あゆきチャンネルは正直に行きます。はい、なので今回はホテルの人のおすすめの場所に行きたいと思います。おすすめというか地元の人たちが行くところらしい。レッツゴー。いただきます。一緒に食べなあかんっていう。マグロいいね、アイコもマグロにしよう。マグロヒント泡の深い、ね、マグロちゃん。いくらもあるじゃん、照り加減が。はい、おいしい。これに来た来た来た。なんかでも全然すぐすぐ入れない。青のサビがもりもりですわ。海行った時にさ、わかめさ、いっぱいあって食べれるやん、これと思って取って帰ろうかな思ったの。ガッチャン、23で24で25に分担してるじゃないですか。そしたら
ちゃんが大川みたい、かわいい。失礼します。これなんだけど、お母さん飲まれへんって言ったから、あいか飲みます。お母さん、中でもね、めっちゃ、うん、今食べたとこめっちゃコリコリ。部位によるんか。じゃあ、カキと、焦げてるやん。カキが焦げてまーす。どこや。めっちゃ美味しいの。かつ話が分かってしまって、結局違うってなって、大型を捨てたから、最初から大型を捨てたんで、後期だけ結局大型を捨てたんで、だからちゃんとなんか冷めようっていうの。ね、ポン酢僕たち全然舐めるから、それで重なって、今回は速さ優先やったんですよ。水準も早く。えのけ。ジンジン。これは買わないよ。なんかえのき、なんか豚のなんか食べてみます。バターにされました。ご飯めっちゃ多い。砂糖の出汁入れてる。ありがとうございます。